株式会社スモータン田村です。よろしくお願いします。いつもタミューチャンネルをご覧いただきありがとうございます。前回は ES の外装だったり内装をご紹介させていただいたんですけど、今回はこの ES を試乗して走った感想とかをお話していきたいと思います。それでは今日は天気がいいので早速やっていきたいと思います。それでは早速運転の方をしていきたいと思います。デジタルアウターミラーがちょっとまだ慣れないですけど、でこの車はデジタルインナーミラーの方もついてまして、デジタルインナーミラーはメーカーオプションで11万円ほどになってます。なのでインナーもアウターもデジタルなんで、もうデジタル感が強いですね。サンルーフ開けた方が風も入って気持ちいいんで開けていきたいと思います。まあ、やっぱりこのレクサスのこの横のワイドディスプレイっていうのがとてもいいですね。前回 UX の F スポーツ乗りましたけど、今回はバージョン L という形で、ただこの ES に関してはバージョン L で標準装備がすごく多いので、バージョン L 選ぶと高級感もあってすごい素敵かなと思います。やっぱちょっとこのデジタルアウターミラーはちょっとまだ慣れないですね。こういう FF のセダンっていうのはレクサスでもまああんまり数が出てなくて、基本的にセダンっていうと FR が多いんですけど、 FF 車のいいところで言うとやっぱり雪国とかだと雪に強いっていうとこですね。乗り心地に関してはやっぱり FR の方がいいですね。まあ、ここら辺のメーター周りもすごいスッキリしてて操作もしやすいですね。音量とかも触れますし、結構シンプルな作りになってますね。ここのコンソール、センターコンソールの部分がすごく大きい作りになってるんですけど、それでもやっぱ運転席の足元の横幅が結構ゆとりもあってとても運転しやすいです。 F スポーツとかになるとこの本革じゃなくて F スポーツ専用のシートで LTEX になるんですけど、この ES に関してはバージョン L と F スポーツでだいたい70万ぐらい車格差あるんですけど、バージョン L にだけ標準装備が結構たくさんついてますね。もう本当とても幅も広いんで、すごく多分助手席の人との距離もだいぶ取れてゆったり感は出るんじゃないですかね。レクサスのいいとこはある程度速度を出しても静粛性がしっかりしてるというとこです。まあ、本当に室内の音がちゃんと声が届くんですごくいいかなと思います。このデジタルアウターミラーに関しては最初距離感つかむのは難しいかもしれないですね。バージョン L に関してはブラインドスポットモニターも標準装備になっています。まあ、確かにこのホイールも本当ロードノイズを軽減してくれるだけあって、そんなに大きな音はしないです。この ES はプラットフォームを新しいものを採用しているので、ホイールベースも長くなってますし、その分安定した走りを見せてくれてますね。で燃費の方なんですけど、カタログで23、24なので、まあ、16、17狙えるととてもいいんじゃないかなと思います。このステアリング内側が木目で外側が革になってるんで、とっても握りやすいですね。冷たい感覚もないですし、とてもハンドルも握りやすくていいかなと思います。このバージョン L だけにある10Way のパワーシートなんですけど、ランバーサポートが上下に動いてくれるという形で、確かにこれはすごい便利かもしれないです。自分の座った位置に腰のサポートをつけれるので、なんか僕はちょっと上の方が楽かなと思います。まあ、この 12.3 インチももうあれば全然十分ですね。ちょっと大きすぎるんじゃないかなと思うぐらいな
とこもあります。まあ、この車に関してはムーンルーフが標準装備なので、ムーンルーフが標準装備の車ってなかなかないですよね。僕的な意見なんですけど、セダンだとやっぱりサイドバイザーはあまりつけない方がスタイリッシュに見えてかっこいいかなと思います。まあこれ今サイドバイザーついてますけど、もう標準でムーンルーフがついてるんであれば、このムーンルーフを使ってこう空気の換気をしたりとかっていうのもできるので、全然僕的にサイドバイザーなくてもムーンルーフがあれば全然大丈夫かなと思います。こういう高級志向の車とかはサイドバイザーをつけることによって見た目が変わったりするので、この最初のスタイルを維持するためにもサイドバイザーはなくてもいいかなと思います。とてもこう今段差とかも走ってますけど、結構確かに目線がフラットな状態になるので、新しいショックアブソーバーは結構違いが分かりますね。スポーツモードに入れた方がこのアクセルがついてきてくれる形がグッと変わりますね。F スポーツっていうグレードは僕の中ではすごく人気なんですけど、この車種によってはグレードを選ぶっていうのもありかもしれないです。バージョン L っていうグレードでこれだけ装備が完成されているっていうのもメリットの一つだと思います。長さが4975なので結構案外長いので乗りづらいかなと思ったんですけど、思ったよりも小回りが効いて運転はしやすいですね。ただこうこの外でガラスがあったりすると、僕ちょっとこう車の横顔を見てしまう癖があるんですけど、やっぱりこういうガラスとかに反射するとすごい長いんで、長いセダンってやっぱかっこいいですよね。今レクサスのクライメイトコンシェルジュを使ってるんですけども、しっかりとこのエアコンと連動してシートとかステアリングを制御してくれてます。今はステアリングヒーターはついてないですかね。ちょっとシートヒーターはちょっとついてるかなっていう感じです。今回はこういった形で ES の試乗のご説明をさせていただきました。最後までご覧いただきありがとうございます。インスタグラムの方でもインスタライブを使ってリアルタイムな質問コーナーとかもやっていますので、フォロー、いいね、ご参加をまたお待ちしております。そしてチャンネル登録をしてタムユーチャンネルにもぜひご参加ください。それではまたお会いできることを楽しみにしています。ありがとうございました。